浜ゆっこです。ひりゆくです。今日は Android でトヨタウォレットから 6g にチャージする方法を説明しますの巻。はい、 6g というバーチャルプリペイドカードのサービスがあって、最近リアルカードが発行できるようになったりといろいろと話題のサービスです。こちらの動画でそのことについて話していますので、もしよかったら見てみてください。で、この 6g がなぜこんなに話題になっているのかというと、ポイント還元率 1.5% のトヨタウォレットから 6g にチャージができて、このチャージでポイントがもらえるからです。しかもトヨタウォレットへのチャージをキャッシュからにすることで、キャッシュに登録しているクレジットカードのポイントとキャッシュへのポイントがもらえてしまいます。僕はキャッシュに楽天カードを登録しているんですけど、この場合キャッシュからトヨタウォレット、そして 6g へのチャージ、これをするだけでトータルで還元率 2.7% が確定します。ちなみに 6g を使うことではポイントはもらえません。なので 6g は他社のサービスのポイント還元率によって人気が出たサービスと言ってもいいかもしれません。で、このチャージのやり方を過去にこちらの動画で紹介しています。ただこれとは別の動画のコメント欄で、 Android ではできませんよというコメントをもらいました。確かに僕は Apple Pay を使ってチャージする方法を紹介していたので、これだと Android の方はできないですよね。 Android の方ごめんなさい。ということで、今回は Android でトヨタウォレットから 6g にチャージするやり方を説明していきたいと思います。 Android の方はクレジットカードか銀行からしかチャージできません。ではどうするか。クレジットカードからチャージしてください。トヨタウォレットのバーチャルカードのカード番号を入力してクレジットカードから 6g にチャージします。トヨタウォレットは 3D セキュアに対応しているので 6g にチャージができるというわけです。それでは実際にアプリを見ながら説明していきたいと思います。まずはトヨタウォレットでカード番号を確認しましょう。これの確認できる場所が非常に分かりにくいです。こちらはトヨタウォレットのアプリなんですけど、設定、その他にあるお支払い方法の設定変更をタップします。 ID マスターカードのお支払い方法の設定変更をタップしましょう。そうしたらここのカード番号を確認をタップすると、こちらの画面からカード番号、有効期限、セキュリティコード、カード名義人が確認できます。お支払い方法の設定変更というところからカード番号を確認することができるんですけど、これってすごい分かりにくくないですか？なんでお支払い方法の設定変更をするところからカード番号を確認するんでしょうかね。もうちょっとこの辺ね、分かりやすくしてほしいですよね。で、こちらの画面はこのままにしておいて、 6g のアプリに移りましょう。こちらに今からトヨタウォレットからチャージしていきたいと思います。まずウォレット残高の右にあるプラスボタンをタップします。チャージ方法をタップします。クレジットカードを選択します。新しいクレジットカードを追加をタップします。ここで一度追加してしまえば、次からは追加する必要はありません。ここで先ほどトヨタウォレットで確認したカード情報を入力して登録完了をタップします。そうしたらここで 3D セキュアの画面になります。トヨタウォレットで 3D セキュアの設定なんかしたっけみたいな感じで思う人がいるかもしれないんですけど、大丈夫です。ここではトヨタウォレットのアカウントを作った時に設定したログインパスワードを入れてください。で、送信をタップします。そうするとここにマスターカードとして追加されました。追加されたマスターカードを選択しましょう。あとはチャージしたい額を入れます。これは当たり前なんですけど、トヨタウォレットに入れている金額以上の額はチャージできないので注意してください。もしトヨタウォレットにチャージしてない方は今のうちにチャージしておきましょう。で、トヨタウォレットにもチャージして準備ができている方は長押しでチャージを長押ししてください。するとまた 3D セキュアの画面が出てきます。トヨタウォレットのログインパスワードを入れて送信しましょう。これで完了です。ウォレット残高にチャージできたのが確認できるかと思います。こちらはトヨタウォレットの利用履歴なんですけど、付与予定のトヨタウォレット残高がプラス15となっていますよね。これでポイントがもらえることが確定、ほぼ確定したかと思います。僕が iPhone ユーザーということもあって iPhone を使った説明が多いんですけど、 Android の場合は別のやり方になるということで、今回この動画を撮ってみました。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。私 Android の人はできないと思ってました。そうなんですよ、僕もねできないかなと思ってたんですよね。まあでもなんか、はい、できるみたいでした。コメント欄のとこ見ると、バージョンをアップデートしたらできましたっていうコメントだったんですよ。なのでもしかしたら前のバージョンだとこの方法でやってもできないとかだったのかもしれないです。ただツイッターで見たら前のバージョンでもできるっていうのも見たので、ちょっとわかんないんですよね。もう過去のバージョン試せないんでわかんないんですけど、うんうん、まあ、ただ今ね、今のこの現バージョン、最新バージョンではできますので、このやり方でやってもらえればできると思います。よかったですね。
はい、良かったと思います。ただあれですね、トヨタウォレットの自分のカード番号とかを調べるのめちゃめちゃ分かりづらいですね。本当分かりにくいんですよね、うん、これ多分ね、なんかそういうのさせないための嫌がらせ、いや関係ないかトヨタウォレット側からしたら使ってほしいはずだもんね。そうですよ。じゃあもうちょっと分かりやすくねしてほしいですね。これは項目が良くないですよね。良くないですね、うん、はい、というわけで本日は Android でトヨタウォレットから 6g にチャージする方法を説明しました。浜ゆこと秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバイ。バイバーイ。